以前もちょっとお伝えしたんですけども、食料品がねどういうふうになっていくのかなってことは、私たち、食料自給率のね高いとは言えない日本に住む我々にとってかなり重要な問題なんですけども、ここに来てですね、第一次情報として中国の方で14億人を賄う食品が、もうすぐ足りなくなるんじゃないかなっていうことがね報道されてるんですよ。で、一部政府の高官がずっと備蓄をしてですね、全然放出しないっていうところと、放出しない間にだんだん腐ってきてですね、で腐ったものを市民に売りつけ始めていると。しかも高額で、そういう形で、市民からね、取り上げた食品を高額でまた市民に売るみたいな、その食品ロンダリングみたいなのが起きてきてですね、かなり中国揺れているという第一情報がありました。これ裏付けが取れないんで、私なりにね、いろんな情報源を探る中で、まずはね日本語訳されている情報からちょっと何点か漁ってみたいと思います。FAO 新型コロナによる食料危機を懸念ということで、2020年の3月31日に出てますね。この日付とか大事なんでね、たまにすごく衝撃的な記事見たら10年前のだったっていうものありますんで、きちんと日付を見ていきましょう。FAO っていうのは国連食料品農業機関ですか、読み慣れないんでちょっと間違えちゃってすみません。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による労働力の不足とサプライチェーンの中断により、ここですよね、一部の国および地域の食料安全に影響が生じる可能性があると発表した。で、FAO は公式サイトで速やかに行動し、最も脆弱な部分を守り、世界食料サプライチェーンの円滑性を保障し、感染前の食料システム全体の影響を弱めなければ、食料危機が間近に迫るリスクがあると表明したということですね。で、最悪の状況は4月、今月ですよね。もしくは来月に来るんではないかなということです。食品というのはね、足りなくなってくると一気に起きますからね。買い込みが。で、多くの方が、食品を備蓄することによって、急激な備蓄をすることによって、物が足りなくなって、足りない状況を見て、さらにね、買い込みが走るということになります。ですんで、流通に負担をかけない程度に、3ヶ月ぐらいかけて、食品の備蓄を1ヶ月分とかをね、確保するってことを私は常々お勧めしております。リスクヘッジってやつですね。水もそうですし、食品ですね。乾麺とか袋ラーメンとかがとってもいいんじゃないかなと思いますし、基本的に我々はお米はね、20キロとか30キロとか、時には100キロぐらい。だから10キロ袋を10袋ぐらい、ちょっとね、家の隅っこに置いとくってことをお勧めします。で、お米が、なんですかね、1年ぐらいだったら食べればいいじゃないですか、何も起きなかったら。そういう風にして備蓄をサイクルのように消費に使っていくことによって、常に備蓄がある状態を作っていけばいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次の記事いってみましょう。次の記事は時事通信だったかな、これですね。新型コロナに続き世界食料危機の恐れということで、これは3月じゃない、4月の3日ですね。で、これ多分ね、これどこだったかな、シンガポールの棚じゃないですかね。 AFP 時事、現在進行中の新型コロナウイルス危機に当局が適切に対応できなければ世界的な食料不足が発生する恐れがあると、 FAO、 さっきですね、さっきの記事ですね。で、世界保健機関 WHO なので、関連機関の世界貿易機関 WTO の3機関のトップが1日、警告した。1週間ぐらい前ですよね。ロックダウンに踏み切ったが、それにより貿易と食料のサプライチェーンに深刻な影響が出ているということですね。結局ね、食料品のサプライチェーンって脆弱なんですよ、結構。だから食品を生産地から工場へ、工場から消費者の皆さんにお届けするっていうこの一連の動作が、いとも簡単に、ね、寸断されやすいんですよ。我々は普段スーパーに行けば食品がびっちりあるところを想像しますけども、そこにはですね、非常に多くの従事者の方が本当一人も欠かさず毎日のように働き続けてるから成り立ってるってことを忘れがちなんですよ。そしてですね、食品スーパーの皆さんの近所にお住まいのですよ、棚も一人がいつも1個買ってるところを10個買ったら、それはね100人ぐらいのお客さんで店は空っぽになるんですよ。で、スーパーの来店客数って少ないところでもね、4、500人、中堅のところで2、3000人、多いところで8000人から1万人来るんですよ。そう考えると簡単にですね、食品が足りなくなることが想像できるんじゃないかなと思います。これは私がね、スーパー勤務を経験したからこそ言うんですけども、本当にですね、1日の終わりには
棚の半分ぐらいが空っぽになるんですよ。だからね、基本的に生鮮食料品なんて在庫日数3日以内に抑えろって言われてるんで、3日間連続で仕入れがなかったらスーパーってのは基本的に今の販売量でも空っぽになるんですよね。でそこに買い込み需要っていうのが起きると、1人が3日分買い込もうと思ったら1日で空っぽになるんですよ。ちょっと怖くないですか？で次もう1個記事読んでみましょう。はい、日経新聞ですね。新型コロナで食料需給難も供給難も、労働力不足で米、警戒ということですね。米欧警戒ですか？欧米って書くんですね普通ね。新型コロナウイルスが蔓延する米欧で、食料の安定供給に対する不安が高まっている。パニック的な買い占めによる食料品不足など一時的な混乱に加え、人の移動制限により農業分野の人手不足が深刻化。そうなんですよ。あのね、畑とかに人が行けなくなってくるとかね、そこから物流が起きにくくなってくるみたいなことで、食料品があるんだけど消費者のところに届かないみたいなことも起きるんですよね。ちょっと怖いですよね。で私の予想としては、日本でねコンビニの、納品って1日に3回、8時間ごとにあると思うんですけども、これがね1日に2回みたいな配送になってくるとちょっと危ないんじゃないかなと思っちゃったりしますね。はい、それではもうちょっと記事を読んでみましょうか。これ最後ですね。コロナによる食料不足なぜ起こるのか、影響範囲はということで安藤隆さんが書いてくれてます。単純な感染症の危険ではなく、いろいろな副次的問題も生み出していますが、ここに来てさらに一つ大きな危機が迫っています。やっぱり世界的な食料不足、世界的なっていうのがすごく怖いですよね。どこも輸出してくれなくなるんですよ。伝染病と食料不足、一見してあまり関係なさそうですが、すでに FAO、WHO、それから WTO、先ほどのからね、私が申し上げている3機関ですね。国連の3機関が警鐘を鳴らしていると。どうしてそのような事態が起こるのか。パニックを防ぐ重要な情報を先に書いておくと、現段階では食品はまだ十分に足りているということですよね。日本への影響は限定的との見方が強いと。で、食料を買い占める必要がありませんと書いてますよね。ただね、私たちがこの3つの条件をしっかりと理解していても、例えばね、中国にお住まいの方が中国国内で食品が足りなくなってくるってなると、日本の食品を一気にね、買い占める可能性があります。で、日本には中国人の方が、まあ、経営してたりとかお住まいになってる民泊とかありますよね。ああいうふうなマンションの一室とか家の一室に食料品をドバッと、積み込む可能性がありますよね。そうするとどこに食品があるのか私たちは分からなくなります。で、それをゆっくりと中国国内に、輸送すると、そういうこともできるわけですよね。まあだから中国の方ばかり悪く言ってもあれですけどね、まあでもそういうふうに外国の方が日本の食品を買い占めるってことはできるんですよ。で、日本人がいくら理性的に動いても日本人だけじゃないですからね、食料欲しがってしまうのは。だから何とも言えないですよね。缶詰とか一気になくなるんじゃないですか。なぜ起こり得るのか。たとえ緊急事態宣言や外出禁止令が出たとしても、植物は待ってくれます。そうなんですよ。食品とか家畜って外出禁止令が出ても関係ないですからね。で、栽培とか収穫のモジュール、スケジュールっていうのは厳密に決まっていて、食品によっては1日の遅れが品質に直結しますと。で、そういうのが書いてますよね。で、収穫は一人ではできないんで、多くの人が関わることになります。外出禁止令が出ちゃうと、食品の収穫ができなくなるじゃないですか。で、やっぱりね、私たちはね、この辺を忘れがちなんですよ。食料品ってスーパーに並ぶわけじゃないんですよ。畑とか大農場でできてるんですよ。誰かがそれをこれ養ってね、収穫して伐採して運んでくれないといけないんですよ。で、ここに多くのマンパワーが集中するはずなのに、これができないとなると、それは食料危機訪れそうですよね。日本なんて兼業農家多いですから、兼業農家の方が外出禁止令が出てるから、まあちょっと今日は畑行くのやめとこうかっていうだけでも食品の自給率って一気に傾くと思いませんか。で、不安から来る輸出制限もありますよね。次回もね、この辺の記事しっかりと掘り下げていこうと思いますので、よろしくお願いします。